ドール服を作っておりますアトリエリアスメイの広田由紀と申します。よろしくお願いいたします。ドール服ってどんな感じですか？リカちゃん人形とか、ブライスちゃんといった、サイズの、6分の1サイズっていうんですけど、そのサイズの人形のちょっとロマンティックな可愛らしいドレスを、主に作っております。もともとは作家さんだったんですか？そうですね、もともとは自分の娘とか、自分自身が楽しむためにお洋服をハンドメイドしていました。イベント販売をしたり、あとはネットでミンネなんかで、販売を、開始をしました。で、講師になろうと思ったのはどうしてだったんですか？ドール服作りがやっぱり私も好きすぎて、やっぱりこの楽しい作るっていうことをもっといろんな人に届けていきたいなっていう思いがあったんですね。で、いろんな本とかもたくさんドール服って出てるんですけど、ドレス作りに特化したものっていうのはなかなか見つけることができなくって、講師としてそういったところを教えていけたらきっと喜ばれるのではないかなと思って、講師の方の道も始めました。ドリームに入ろうと思ったのはどうしてだったんですか？作品自体ができたり、教えるコンテンツ自体は思い浮かんだんですけど、それをどういうふうにお客さんに届けていくのか、集客の部分っていうのが自分では全くやったことがなくって、やり方が分からなかったので、そこのところを教えていただけるっていうところでドリームに入ることにしました。じゃあ講師業をやるのも初めてで、オンラインで売るのも初めてというところだったんですね。そうです、もう初めてだらけで本当に。なるほど。じゃあドリームに、ね、参加しようと思ったのはどういう点に一番興味を持ったからなんですか？そうです、ドリームは対面の教室ではなくてオンラインで、講座を作ってそれを販売するっていうことに、そういったノウハウ、仕組み作りに特化したハンドメイドの塾なわけですけど、やっぱりそこが今のこういったコロナの現状もあったりして、すごく時代に合ってるなっていうふうに思ったのと、オンラインになれば自分の住んでるところに関係なく、世界も含めていろんな人に広く届けられるかなっていう部分もすごく魅力的だったので、独学でやるのではなくてやっぱり最短で私はやっていきたかったので、ドリームの門を叩きました。結果としてね、講座を作ることができたんですよね。はい、そうですね。どんな講座を作ったんですか？私はまずドール服作りが初めての方でも素敵なドレスを作っていただけるように、考えて、6ヶ月間の基礎講座、ドールドレスの基礎講座っていうのを作りました。じゃあ動画の講座を作る上でどんな点が大変でしたか？そうですね、やっぱり動画をたくさん作らなくてはいけないので、あとはそれを紹介する、サイトみたいなところも作らなくてはいけなくて、何もそういうことをやったことがなかったので、もう本当にゼロから作っていかなきゃいけないっていうのは、普段作品を作るのとはまた違う苦労っていうかですね、やっぱり最初はありましたね。どんな風にして乗り越えてきましたか？先生との、毎月の講座だったりグループコンサルの中で具体的に教えていただいたりアドバイスをいただいたっていうのがまず一つ大きなポイントで、先輩方のですね、ドリームで先に進んでる方たちの実際の行動を見ながら自分に取り入れられるものをどんどん取り入れて、いい例がたくさんいたのでそこはすごく勉強になったかなと思います。あとチームの方々にもすごくたくさん相談に乗っていただいて客観的な意見もいただけたので、そういったサポートもすごくあったおかげでなんとか作ることができました。じゃあね、肝心のゆきちゃんの数字の成果を教えてもらえますか？はい、今回は初めての講座ということで、私は5万円ぐらいの講座、半年間の連続講座を販売しました。24名様で第1期生をスタートさせることができました。売上だと120万ぐらいですかね、はい、になりました。初めてでね、素晴らしいですね。
はい、じゃあね、どんな人にドリームを進めたいと思いますか？ちゃんとプロとして、あの仕事と言えるような形で講師としての、 あの仕事をしていきたいっていう方は、あのぜひお勧めしたいなと思っています。あとは最短でやっぱりあの学んで半年ぐらいでやっぱり結果をこう出したいって思われる方は、ぜひあのお勧めしたいですね、ドリームを。ありがとうございます。じゃあちょっとここからは裏面みたいな感じいろいろお話を伺っていきたいですが、まあ、ゆきちゃん、松田明美ってどんな人ですか？あのね、明美先生は私個人面談とかであのお会いした時からなんかすごくエネルギッシュな方だなって思っていて、であの明るい自分の知識とかスキルとかでこう人を幸せにしている、あのそういった仕事をして自立している女性って私すごい好きで、だからそういう意味ですごい先生の性格もそうですし、あのお仕事においてもすごく尊敬しているなんかロールモデルみたいに、私もそういう風になりたいなっていう風に思える、そういう存在ですね。あ、嬉しい、なんか嬉しいです、ありがとうございます。ゆきちゃんは今いくつですか？今33歳なんですけど、30ぐらいになった時にやっぱ自分の将来のね、あのキャリアとか、このまま次40歳になった時とか50歳になった時にどうなってたいかなっていうのをなんか結構真剣に考えるようになってきて。30歳ってやっぱりいろいろ考えますよね。私がすごいなと思ったのは、ゆきちゃんが最短距離で成果を出すっていう考え方があるのがすごいなって。私にとってお金よりも時間の方がやっぱり大事って思った時に、そういう考えで今までいろんなことに投資もしてきたかなっていうふうに思いますね。受講中にめっちゃ思い出に残っているエピソードみたいなのってありますか？あ、そうですね、あの私ドリームが始まって2ヶ月目ぐらいの時に、まあ、実はちょっと妊娠をして、ですごく体調がつわりとかでね悪くって、ドリーム半年のうちの半分はだから寝たきりだったんですけど、あの先生の言ってた言葉ですごく印象的だったのが、あの必ずその悪いことといいことは同時に起きてるんだよっていうことを何回か言われてたと思うんですよ。それを聞いて、なんか今こう全然動けない、思ったように動けないのは自分にとってはすごく、まあ仕事って意味ではすごくあのマイナスだなっていうふうに思ってたんですけど、でもあの自分のこの進め方で良かったかなとか、あのもっとお客さんに求められてることってなんだろうということを考えることもできたし、マイナスに感じてしまうこともあっても、どっかでそのいい部分も表裏一体になってるんだなっていうのはすごく良いアドバイスをいただけたかなって思って印象に残っております。今回ね、初めてオンライン講座作ってみて、こう売上が120万円っていうことで、それについてはどうですか、ゆきちゃん、どういうふうに思いました？正直びっくりしたっていうのがあって、ドールってすごく根強い人気のある世界ではあるんですね。ただ果たしてあのお金を出して習いたい方がいるのかどうなのか、趣味の範囲なのかなとか、いろんなことを考えていて、まあ、蓋を開けたらかなり多くの方に結構良かったですとかすごい声をいただいたんですね。やってみてチャレンジして良かったなっていうふうに思ってますし、もうあとはこっからが本番だなっていうふうに思ってます。これからのゆきちゃんの夢について聞いてみましょうか。もともとこのアトリエリアスメイっていう私の作家としての野望なんですけど、コンセプトがあのやっぱりドール服で世界をハッピーにしたいっていうのであの立ち上げたんですね。なので今後はやっぱりそのレッスンを英語版にするとか、海外の方にも届けていく、あと本の出版とかもしたいですし、あとチャリティーですかね。やっぱり万国共通で人形って結構幸せな気持ちにあのできる情緒を育てる育む遊びだと思ってるので、貧困の中にいる子どもたちにやっぱりドールの楽しみを知ってもらえるような、そういうのをやっていきたいなっていうのはぼんやり描いてます。もうゆきちゃんはこうもう思い描いた通りにね、なんかいきそうな気がしますね。はい、そんなゆきちゃんの活躍を楽しみにしています。今日はね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。